今回はボールを前に運んでいく時の2つのコツを教えるよ。パスを受ける前にただそこに立っているだけだとどうなると思う？この場面、相手のマークがぴったりついてるよね。パスをしたけどそこを相手ディフェンダーは狙ってボールを奪いに来る。じゃあ余裕を持ってパスを受けるためにはどうしたらいいと思う？ボールを前に運ぶコツの1つ目、ボールを受ける前のフェイント。この白い線がその動き、相手に一旦違う方向に動くと見せかけてパスを受けたい場所から相手を離す。そしてパスを受けに行くようにする。すると相手ディフェンダーは一歩遅れ、パスを受けた時に周りを見る時間ができるんだ。この周りを見る時間が長いほどいいパスコースを見つけることができるんだ。この動きを意識しよう。次、2つ目のポイント、ボールを前に運んでいくためには体の向きはどっちに向いているといいと思う？この場面、パスを出せそうな選手が後ろを向いてるよね。これだとなかなかパスをつないで前に進むことは難しい。パスを受ける選手はこんな感じでなるべく前に向いた状態の方がいいんだ。どう？さっきと比べて前にボールを運べそうな気がしない？じゃあ実際に動かしてみるね。パスを受ける前の動き、そしてその後パスを受ける選手の体の向き、この2つのポイントを覚えよう。今回はここまでにするね。